大阪国際女子マラソンですけれども、今回の見どころ、ちさ子さんが期待されるところはどんなところでコースもね、12年ぶりに変わったんですね、なんか御堂筋の折り返しですか、なくなったということで、折り返しがなくなると、すごくリズムがよくなるんですよね、折り返して、本当にもう180度ですから、ペースが落ちて、ですねそしてまた上げなきゃいけないでしょ。 そうギアを落としてまたエンジンを上げなきゃいけないので、すごくリズムが変わるんですよね、<ー>それがなくなったということですごくあの走りやすいコースになったと思います<ー>、はい、それまでこう結構、御堂筋も長くてそして折り返しがあってって、1つこうポイントではあったんですけれども、うん、そこが変わるってことで、やっぱ選手の心境みたいなもの変わ,変わりますね、景色もね、やっぱりこう変わるのであ<ー>、はい、あと大阪城を2回通るんですよね、これはやっぱりね、なんかこう、うん、お大阪城パワー。はい なんか勇気づけられると思うよね、大阪城見ただけで、なんか、そうですか、ああいうのはいいと思いますねやっぱり選手も走ってて、あお城が見えてくると、なんかちょっとスイッチ入れるみたいな、それぐらい余裕あったら勝てますよね、たぶんね、後半になっちゃうと、そこまで余裕ないかもしれない、選手の背中ぐらいしか見てないと思いますけれども、なんとなく感じますから、それは。え そこさんもそうやっぱり景色は気にされることがあったりというか結構その景色から力に変えてみたいなことは終わります。すみません僕は一回も景色見たことないですよ。え？そうですか。景色見る余裕はなかったね。そう今回あの三年ぶりですね沿道からのまあ声援というか。あいいね。沿道の戻ったねそれっと。そうなそれこそマラソンですから。やっぱ選手はね沿道から力をもらうんですよ。そうなんです。ね もうね、苦しくなったうあのー、声をかけられると、もう、めちゃくちゃ元気になります、ね。そそうですか。はい、それだけ違う。だって、マラソンってやっぱり一人ぼっちじゃないですか、うん、そうですね,ね。自分との戦いなんですよ、うんうん、でも最後はね、やっぱりエンドの、ね、こう力をこうもらうと、もっと頑張れるんですね、それが戻ってね。うんうん やっとあの本来のマラソンのね姿になった本当に嬉しいですね特にあの大阪の沿道っていうのは特徴的というか刺激的みたいな結構面白いことを言う人がいっぱいいますからね大阪弁でこう喋って頑張りやーとか言われたらね頑張りますよ気合が一つ入るね。感じなんですねはい。解説陣がすごいじゃないですか高橋直子さんがいて野口美月さんがいてえ。 あと福士加代子さんがいて、んいて千葉雅子さんが、ねはい、そう元気な声でリポートしてね、はいはい、最高じゃないですかあこれがまたあの、まあ、世界選手権につながったり、MGC につながったりということで、はい、この大阪国際女子マラソンから見えてくるものっていうのも、本当に大きいと思うんですけれども。はい、あのもう来年は、はいえー、世界陸上があって、そしてあのパリオリンピックの、ね、代表選考会、MGC というのがあって。 そして次の年はあパリオリンピックということですから、はい、もうまさしく、ねはい、2024年のパリオリンピックにもつながっているわけですね、うん、その代表になるかもしれない人たちが今回走りますから、はい、もう皆さん注目ですよだからもしかしたら本当にパリオリンピック日本代表がここから生まれてくるかもしれないという。出ますね前回は、ねはい、あの松田選手が もう代表決まったと思ったのが、ね、名古屋で一山選手が大,大どん底返しというね、はい、まあそういうこともありますけども、はい、やはりここで出した記録がその後のマラソンの記録にもつながっていくんで、はいえー、日本の女子マラソンの、ね、レベルを引き上げてもらいたいね、はい、ここがこの大会がその基本になりますからす、ね、ぜひですね僕は2時間20分もう 十何年か、もう20年近く出てないんですよね、そ,よねその歴史的、ね、記録を今回出してほしいなと思います、はい、それは多分みんなが願ってると思いますね。やっぱり20分を切ってくれる選手が出てほしい,いうそうですね、やはりあのもう今の時代はやっぱ20分切ることがやはり世界に,に近づいたということですから、やはりえ19分、そしてね、えー、18分、うん、そういうところに行ってほしいなと思います。はい そういう、まあ、選手出てきてほしいというわけですけど今回、揃ろいましたねい安藤選手、はいはい、佐藤選手、上、えー、杉選手、ねはいはい、そしてあのついに出ました東京オリンピック代表、はい、前田穂南選手、はい、彼女もまだ m c c 取ってないので,でここでちょっと、ね、あの復活したんだというところを、ね、見せてほしいね。 はい、もうその中の、ね、4人で、ねまあ、中心にこう進んでいきますけどあの外国人選手もいい選手が揃いました2時間20分の選手が、ね、3人揃ったので彼女たちもやっぱり当然、パリオリンピックを目指していくわけですからやはり、ね、国ののにアピールしなきゃいけないそれはやっぱり2時間20分を切るということが一番のアピールですからそういう選手たちの後をついていってえ最後までつければ。 見えてきますよ。そうですね、はい。で、あの前田穂波選手もそうなんですけれども。まあ、言ってもね、あの日本代表だった選手なんですけれども、どうですか、期待感っていうのは改めてかですか。はい。まあ、あのー、本当にあのオリンピックで、ちょっとね、怪我をして。思うように、こう走れなかった。うん、本当に悔しかったと思います。まあ、その後もね。えー、やっぱりこう戻ってくるのに、少し時間かかりました。でもね。あの、四年前のあの M. G. C. のね、独走の走り。うん。もう皆が。 驚いたんですよ驚いたまだまだ伸び盛りの年齢なのできっとはいあの東京オリンピックで果たさなかった夢をねもう一回リベンジさせてあげたい我々そう思ってますそうですねあと前田もう一人の前田選手前田サイリ選手もサイリ選手やっと復活しましたねもともとポテンシャルが高い選手ですから今回 4年ぶりのマラソンですか、結構僕ら期待してますよ。で、結婚したんですよね、お子さんが生まれて、最高じゃないですか、子どものために頑張ろうっていう、改めてこの新しいコースで、そしてこういったメンバーで行われる大阪国際女子マラソン、世界にもつながってくる大会になるわけですけれどんなところんかね、コースが変わったということで、何かが変わりそう。一つのね 転換になるような気がしますね、目先はね、世界選手権があって、MGC があって、そしてその先がオリンピックでしょ、目標がしっかり見えてきたという大会になりますから、選手たちも頑張りがいがあるんですよ、そこはトップ選手じゃなくてもね、MGC に出たいという目標があるじゃないですか、そう頑張れるっていうね。 うんなんかちょっと見えてきましたねオリンピックがねそうですねもし、ねはい、そこが僕は今回のねポテンシャルの大きなところだと思いますねな,なんかね2時間20分切れそうな気がする本当ですかうん、はい、そうなってもらいたいいやじゃあ何か一つなんか歴史が変わるかもしれない,いますねありがとうございました。はい